えいさん、こんにちは。エ <laughs> アーシーデザイジオのサードです。えっと、今回は、あのー、まあ、ちょっと新格みたいなやつで、え、泊まったホテル紹介してみようっていうのをちょっとやってみたいと思うんですよね。あのー、今コロナ禍のことも多分あって、いつもその泊まってる、あの、道民川崎っていうホテルは泊まってるんですけど、まあ、温泉が好きで、で、温泉付きのホテルっていうのをまあ選んで泊まってきてたわけなんですけど、まあ、ちょっとそこ、あの、行きつけの宿みたいな、まあ、そういう風なところがやってなくて、あちょっと違うとこ泊まってみようっていうことで、 まあちょっとおしゃれなところたまに泊まってもいいのかなっていうので、あの、ここ泊まってみたんですよね。あの、1泊1万5000ぐらいで、まあ、その、全然、ほんと高級層ってわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとだけ高くて、まあ、ちょっとおしゃれだよっていう、まあ、そういう風な感じのホテルなんですよね。で、ホテル紹介っていうのをやってこうかなっていうので、まあ、第1回目ということで、えー、このザ・ゲートホテル東京さんを、あの、今回紹介したいんですけれども、まあ、あの、有楽町から、あの、ま、あ すぐ、すぐなんですよね。駅出てすぐで、うちの、あの、銀座支店っていうのが、まあ、ここのホテルのもうすぐそこなんで、ああ、まあ、行きやすいなっていうので、えー、っと、まあ、選んでるんですよね。まあ、あと、あの、まあ、おしゃれだなっていう話で、まあ、この、えー、っと、まあ、入って、 その、まあ、駅からこういうのを降りてって、まあ、ホテルゲート入ったら、あの、エレベーターホールのところに、あの、この光でちょっとパラパラって、なんというか、この桜が舞うみたいな感じで演出されてって、うわ、ちょっとまず違うなっていう感じで、で、エレベーターホール上がったら、あの、バンド大,大、大きな吹き抜けの、まあ、ホールがあって、 でエントランスホールがあってまあ、そこがまあこういうふうになってるんですよねで石とかもう、まあ、ミウスの椅子割と置いてあってあのバースレナチェアってま非常に有名なこの X 型のやつが置いてあったりとか、まあ、定番のやつなんですけど、えー、ま、そういう風に、そのインテリア的にも、ま、非常におしゃれな、もうな、なんだここはっていう、まあ、そういう風なホテルになってるんですよね。まあ、それで、まあ、そこはまあ、あの、おしゃれはおしゃれなんですが、やっぱり家づくりにはあんま参考にならないなって話もあると思うんで、まあ、部屋の方が参考になると思うんですよね。えー、ゃこの部屋を紹介していくことで、まあとあ、撮影しやすいですし、あの、家づくりの参考にしていただければ なっていうことで、えー、まあ、今回第1回目ということで、えー、ザゲートホテル東京さんのまあ、部屋どうなってるかっていうのを紹介していきたいと思います。あの反応が良かったら続けてあのー、報告していきたいと思いますので、ぜひ高評価、まあ、チャンネル登録よろしくお願いします。 まああの廊下が今みたいな感じになってて、まあ部屋の中はこういう風な感じなんですよね。で、これ、ちょっとまああんま関係ないんですけど、あのいきなり謎の扉があるっていう、<laughs> よくわかんない状態なんですこれ部屋なんですけど、部屋があって、まあインテリアの紹介するって言いつつ、謎の扉の話からなんですけど、この隣に扉があるんですよね。これは一体何なんだって、今ここ泊まってるんですけど、部屋入って右側に扉があるんで、まあ隣、普通に部屋だったんですけど、 あその隣に扉があるなっていうお隣さんと行き来できる扉があるっていううわーど,どうなのこれっていう、まあ、開かないようにはなってるんですが、まあ、そういう風な扉がありますねえ怖えなおい <laughs> っていうまあインテリアには関係ないんですけどまあそういう風なことでえー、っとまあこここういうにまに洗面台になってて、まあ、部屋の構成とすると、まあ、広いですよねだこういう,うにまに、あ、おしゃれにそのベッドが置いてあるよ、まあ、こういう風な感じになってますねざっくり。 こういうふうな感じで。まあ、定番構成っちゃ定番構成ですね。で、まあ、あの、カーペットのところは多いと思うんですけど、まあ、大カーペットになってるよってことですね。あの、カーペットはカーペットでも、その、ちょっと毛、毛足の長めのやつですね。あの、ふわふわしてるというか、まあ、この、毛足の長さによって、その、踏み心地っていうのは全然違ってくるわけなんですが、あの、毛足の長いやつですね。あふっくらしてるというか、まあ、歩いてもその柔らかい感じですね。 あのー、カタログとか取り寄せると、毛足の長さで全然踏み心地が違うんで、まあそういうふうな、あのー、毛足の長さによって、まあちょっと違った感じになるんで、まあぜひその選ばれるとき、その毛足がどの程度かっていうのを、まあ見た方がいいと思うんですけど、まああのー、こういうふうに、えいクロークがあって、まあここに、えー、っと、しまうよっていう、まあこういうふうな感じですね。で、まあ金庫もあって、で、ここにかけてっていう。これ自体は、えー、っと、ウォールナットの付き,き板ですね。 あのー、すごく薄く本物の板のスライスされた合板を、えー、この表面に貼られた、えー、扉になってますね。こういうの小口とか、小口って、こういうふうな扉のここを小口って言うんですけど、まあ、小口に、まあ、薄くあの本物の木が貼ってあって、 まあここが月板になっういういうに作るのはまあ一般的なわけなんですがこっち側の家具は月板になってるんですよねテーブルがこういうふうにあって、まあ、よくあると思うんですけどテーブルは月板で処理されてますね月板の方が柔らかいんですよあの、えー、とメ,ラミンメラミンとかポリに比べてまず柔らかいんですよねこの触った感じ柔らかいんですよね こういう風に傷が付きやすいんですが、まあ、こういう風に傷が付きやすいんですが、まあ、風合いはいいっていうのがま月、あ、至らんですよね。で、そこまでその風合いをその求めずにまあ、ある程度で良ければ普通はポリゴンです。比べるとえっとこっち側の方がまあ、ポリ。こっちはポリゴンなんですよね。まあ、その洗面所で湿気によって影響を受けやすいからっていうのもあるかもしれないですが、こっちがポリゴンなんですよ。わかりますかね？ これはポリ合判なんですよね。やっぱポリ合判も、やっぱもうその昔に比べて、やっぱ目が本格的になってきてるから、まあ分かりにくくはなってるんですが、まあこの、この感じってもうポリなんですよね。もうこの叩いてもまあ硬いし、あの、<laughs> まあ、この、これ分か、わかんないですよね。分かんないけど、めゃ柔らかいんですよね、明らかに。まあそういうふうな感じで。えこっち側はポリになってるんですよね。 ま、こういう小口を見れば分かりますね。まあ、こういう風に、まあ、この角が白くなるんで、まあ、黒だとやっぱ特に目立ちやすいですよね。あの、こういう風に小口をどうしてもここを色つけたくないってなれば、あのー、コア材っていうのがあるんですけど、これは結局合板になってて、その中の色が見えてるんで、中も色ついてるタイプの合板があるんで、そういう風な、あの、合板使えば、こういう角の色っていうのは、まあ、あのー、 だいたい表面と同じ色になります、ね、でもまあその時単色になっちゃうんですけどこういう目がついてるやつないですね、えー、こういうふうに木目がついてるやつだと、まあ、角こうなっちゃうよっていう、まあ、そういうふうなもんなんですよね、あのー、既製品も何でもそうなんですけどこの小口をどう処理してくるかで、まあ、見栄えが違ってきてまあ一丁一短あるわけなんですがそれぞれのやり方でまあこれはまあ標準的なやり方であの作られてますね。 ま、扉がこういう風に手掛けがあって、まあ、こういうな、あの、やつを選べばいいだけな。まあ、この、いわゆる造作建具っていうやつなんですが、あま、上にレールが仕込んであるだけですね。だレールが、 あーまあ、埋め込んんでであるんですよね埋め込み分だから天井に懐がいるんですけど、まあ、何か下地で調整してますねだこ,ういう、まあ、こういうスムーズクローディングっていう <laughs> あの、まあ、ちょっとこういうふうになる閉まる時にクッションになってしまうのは、まあ、これは最近おおよそほとんどのレールで採用されるやり方にはなってますね。 でもまあ、こういう造作でやる場合は、場合によってはそうなってないのもあるんで、まあ、ケースバイケースってゃそうなんですけど、まあ、ここがシート貼りのあの枠になってますね。まあ、こういうのと、同色のシート貼りのやつあるんで、か結局、全く一緒じゃないと思うんですけど、まあ、ちょっと商品によってわかるんですこっちはシート貼りで貼ってあると思うんですよね。まあ、巻いてきてるんで。この角こういう風に巻いてきてるんで、こっちがシート貼りの商品になってるんですよね。 えっと、こういうお風呂が、あの、トイレと別型で設置してあるタイプで,です。まあ、あの、別はやっぱりいいっすよね。ま今時一緒はないのかなと思うんですけど、トイレとお風呂が。あまあ、あの、マンション計画するにしても、まあ、最近はやっぱ別にするケース多いと思うんですけど、まあ、その別は別でも、まあ、こういう風に造作のお風呂になってますね。 まあこういうふうに作ること自体はそこまで難しくないんですけど、やっぱその住宅でやるってなると2階で作る場合は、まあユニットバスとかに比べて漏水のリスクっていうのはありますね。やっぱどうしてもこの防水してきて、その防水がそのユニットバスに比べて精度の問題が出ちゃうんで、まあ作るのは別にこう作るのは簡単なんですが、まあ1階だと問題ないんですけど、こういうふうなものを作るときに2階に作るのは多少リスクありますね。 あのー、ユニットバスで、ユニットバスじゃなくて、こういうのホテルとかだって言うんだったら、まあ、仮に漏れてきても、この上の話なんで、まあ、さほどの話じゃないんですよね。まあ、そういうふうに、その、でも、住宅だったら、こういうふうなお風呂の下が、あの寝室だったりしたら、そこで漏れてくるって話になるんで、やっぱりリスクが高いんですよね。まあ、そういう、その、プランニングとの関係性っていうのも、まあ、あるわけなんですよ。 でこっち側は、えあのまあ、こういうふ <laughs> う,いう風なあの部屋着なんですけど、こういうの部屋着になってて、まあ、あのベーシックにそのまとめられてるあの構成ですよね。まあ、黒くなってて、まあ、扉も黒くなってて、まあ、こっち側も、まあ、黒くなってて、あのカーテンも、まあ、黒い感じですね。 で、ただやっぱ、その、やっぱホテルで、それだけじゃやっぱ面白くないって話があって、まあここまではオーソドックスな色の合わせ方なんですよね。まあちょっとこのベージュがかったものと、まあこの茶焦げ茶っていうものの組み合わせって、まああの、定番の構成で、まあ外しようがないって感じなんですけど、やっぱホテルだからちょっとだけきらびやかな感じのやり方を採用してるわけなんですよね。まあこういうふうにそのクロスが、 ちょっと、なんと言うか、あのー、きらびやかなやつじゃないですか。ベージュはベージュなんですけど。で、こういう風なきらびやかなクロス持ってきて、で、こっち側金を使ってるってことなんですよね。だからもう一色入れてるんですよ。あのー、住宅でよくやるやつで、 まあこのクロスのこういうまあ落ち着いたベージュ系のやつ持ってきて、まあこういう茶色持ってくるだけは、まあ住宅でよ,よく多いと思うんですけど、まあちょっと床ぐらい、まあここまでやらなくても、まあもう少し色つけてとかはあるんですが、やっぱその、おしゃれホテルだから、もう一色ぐらい持ってこようよっていう中で、まあ金を入れてきてるんですよね。まあここのホテルで言うと。まあこう金入れて、金入れて、だ金と、 馴染みやすいようなベージュのクロスを選んでますね。こういう感じで。で、金が来てるっていう。だこの相性を考えて選んだベージュのクロスだっていう。まあそういう風な話になるんですよね。<laughs> まあこのカーテンも当然そうなんですけど。あのー、まあこういう風な茶色系を持ってきてるっていうのはまあそうなんですが、金のこの感じに合いやすい あのー、まあ茶色だというか、まあ、ちょっと光沢があるような感じなんですよねで開けたら <laughs> まあこのレースの、まあ、高級感があるレースになってるよっていう、まあ、レースもレースをどういう風なものを選ぶかで、まあ、風合い違ってくるわけなんですけど、まあ、こういうちょっと、あのー、高級感があるレースを採用してますよねで色がちょっとついてるじゃないですか こういう、なんていうかグレー系の。こっち側に合わせてあるっていう。まあそういう風な感じなんですよね。まあ、あの、本当同じ色じゃないけど、なんていうか系統を寄せてきてるというか。で、ただ単純に寄せるだけじゃ面白くないから金が入ってるっていう。まあそういう風な構成なんですよね。ここで言うと。まあ、た、これ、あれですね。今思ったら、この、いわゆる、あれだ。 このロゴが金だし、金っていうものが、あれですね、その、ホテルの特徴になってですね、ここも金使ってるし、じゃ金を、その強調させる、あの、構成ですね。まあ、定番なのかもしれないですけど、ホテルで、やっぱ金使いたいですもんね、普通に考えて <laughs>。やっぱシルバーってわけにいかないんで、ホテルだから。だから金をアクセントにロゴを構成して、 で、ここのベッドのここをも金にして、で、そのほんのりその建物全体に金のアクセントを入れてきてるんですかねもしかたここがあのホールなんですけど、言ってみれば。で、ホールのここに金を入れてとかなるのかな黄色系を散りばめて。ここが、 行ってないんですけどあ、まあ、最上階にあるバーみたいなんですけど、まあ、そういう風な感じですねああそういうの入れてきてるなこれもなんかそういう感じですもんねうーんなるほどねあのコーヒーがなんかサービスでついてましたこれ入れるとこれ飲むと飲めるみたいですねやっぱちょっと高いからそういう風な感じになってますね、まあ、グラスはグラスで、えー、当然あのそのホテルのグラスになってますしああなるほどね,ね こういう風な、こういう風なものをちょっと作るっていうのも、これもまあなかなか大変なんですよね。この住宅レベルでこういうのを作るっていうのはやっぱ難しいところがあって、まあホテルだとパッと入ってるわけなんですけど、これ、格安じゃ作れないんですよね、こういう風なもの。 このスチールって、まあ、鉄じゃないですか。まあ、鉄だから、家具屋は基本鉄扱えないんですよ。家具屋はこういう木を扱うところなんで、あの、鉄を扱ってるのは鉄工所になるんですよね。で、鉄工所がこういう風にに綺麗に作るっていうのは、まあ、通常はあんまりないんですよね。その数が限られてしまうというか、だいぶ。で、この鉄工所にこういう風なものを綺麗に作らせて、まあ、その家具のように入れさせるっていうのは、まあ、できるところは当然あるんですが、 まあ、あの数が少ないですね、まあ、僕自身もやったことあるわけじゃないんで、まあ、鉄鋼所にこれをやらせるのは不安は残りますよねでやるんだったらあのちゃんと探してそういうのできる鉄鋼所に、まあ、依頼しないとこういうのにならないですよねちょっと難しいですかねあのこういう風な家具に比べて一般的なで取っ手とか、まあ、黒で持ってきて、まあ、黒と金をやっぱ合わせてるんですよね金、うん、なるほどね でこのどういうふうなデザインを持ってくるかっていうときにやっぱ単純にその部屋の中どういうふうに構成するかって話はあるんですけどやっぱホテルだったらホテルのイメージカラーっていうものがまあ当然あってだホテルのイメージカラーも作れてないような <laughs> まあホテルは、まあ、あのどうかと思うじゃないですかでその中でこのホテルは金をそのアクセントにこうやって使ってるってことになるんですよねでホテルの内装もまあそういうふうにまあなってるよっていう。 ああなるほどね、うん、よく考えられてますね <laughs> そういうような感じなんですよねまあこういうふうな感じあの、まあ、専門的な感じで言うと、まあ、この壁のクロスと天井のクロスの間はこれ底目地っていうのになってるんですよね、まあ、付き合わせで住宅とかだと処理する時多いですけど、まあ、突きつけてるだけですね、まあ、天井をこういうふうに底目地っていうのにもする時もありますよね壁が突きつけなんですけど、まあ、突きつけってこういう感じですね こう,いう感じだこういうので天井もそのまま突きつけにするってことはありますが、うん、まあ天井は底目地を採用してますねここで言うと、まあ、ちょっと立体的な演出にしようとしてるんですかね、まあ、こういうのも全然できますねそんな難しいとかそういうことではないんですけど、まあ、よくある収まりといえばよくある収まりですねいやこの扉すげえな何 <laughs> な,んなんのこの扉 <laughs> 怖いんだけど <laughs>。 アメニティー、まあ、あの、こういうところのシャンプーがどういうシャンプーかっていうやつ。でもシャンプー良かったっすね。あのー、シャンプー悪いところも、あのー、冗談じゃないじゃないですか <laughs> あ。石鹸とか。ちゃんとしたやつやっぱしてほしいっすよね。ここで言うとさ、アラームが、その前の人のアラームが残ってて、もそれはちょっと嫌でしたよね。 まあ、あとその収まり的な話でいうと、ここはやっぱ線路の隣なんで、う,うるさいんですよね。 やっぱこの性能沿いに住むっていうのは、やっぱりなかなか難しくて、あまあここも鉄骨像だから、まあ、木造に比べれば遮音性が高くて、まあ、ここの窓自体はフィックス窓じゃないですか、開かないようになってす、僕は開く窓のホテルじゃないと嫌だから、ここ <laughs>、もう止まらないと思うんですけど、あのー、ここフィックス窓なんですよね、いわゆるその開かないから隙間がないんで、その音に対して基本的には遮音性高いんですよね、あの開かない窓の方が。 アクマドに比べて、まああの質量速って言って重さで音を止めるって話はあるんですが、隙間から音を入ってくるってことの方がまあ重要っちゃ重要なんで、えー、まあその重さと隙間の少なさで音を止めるって話になるんですけど、ここで言うと結構聞こえてますね。うん。この音っていうのは、まあ距離によってもう全然そのなんちょっと距離が遠くなれば急に音って小さくなってくるんで距離が鼻ちょっとでも離。 離れると全然違うものになるわけなんですが、まあ、この距離だと結構やっぱうるさいっすね。結露してますよね。ここで結露系っていうのになるんですけど、この結露して、まあここに結露が溜まるようになってるんですよね。まあ、水がこのガラスにつくこと自体はその建物を傷めてるわけじゃないんでまあいいとは思うんですけど、まあここでこぼれここから行ってここまでこぼれてくるとちょっと辛いですよね。 結構結露してるなと思って、まあ、換気量が足りてないのかなと思うんですけど、この換気の吸気口がないんですよね。吸気口がないからここから、あの、新鮮なエア入れてると思うんですけど、だいわゆる、この吹き出し口をどこにつけるかっていう話で、まあ、エアコンの吹き出し口が、ま、窓側についてるんですよね。 まあ、ほとんどのホテルってここについてるじゃないですか。あここに、ここから吹き出してると思うんですけど、まあ、ここの方が、まあ、施工まずやりやすいんですよね。あの、距離がまず短くなってるし、まあ、ここでもいいとは思うんですが、まあ、窓側に出した方が窓、 に冷やされた空気っていうものに対して、まあ、空調を当てることで、まあ、快適になるっていう話があって、まあ、距離は長くなってこの吹き出し口もあの値段的に高いやつになるがでも窓際に持ってきてるんですよねだこれはだからそのワンランク上のやり方だって話にはなるんですけど まあ窓際に下ろした方がいいっちゃいいですよね。まあそこまで変わらないですけど、部屋の温度を上げるっていう意味では、まあ同じことなんでどこから吹き出してるかって話になるんで、まあここから吹き出せばこういう風になるんでいいんですが、まあより理想的なのは当然窓側で下ろすって話になりますね。だからそこまでやってるよっていう。まあそこまで差がないであろうことを、まあ実行してるっていうので、まあワンランク上だって話になりますよね。 うるさいのはやっぱやっすね <laughs> でもその窓どういうの使ってるなっていうのはいつもまあ見てるんですけどそのホテルに泊まってああこういう窓だとこうなるなみたいな感じですよねうちの会社でその防犯マンションっていうのをまあやってるんですけどまだこの窓をまあ二重にするって話ですねえ 防音の、その窓屋さんに聞いたんですけど、やっぱり、その木造で、その窓を二重にしても、あんまり音って、その止まらないらしいんですよ。結局窓だけじゃなくて、壁からも入ってきてるんで、その窓だけでや処理できるわけじゃないんですよね。だから、その効果が一番高いのは RC マンションだって言ってました。その施工してて。でまあそういうふうに、RC 像の場合は、まあ窓さえ処理すれば、あまあ防音性のっていうのが、まあ確保されるって話にはなるんですよね。まあこれ これはちょっとどうかわかんないんですけど、まあまあうるさいっすね。こういうとこから入ってきてんのかとか思いながら見てるんですけど、うーん、なんかその見た目よりもうるさいっすね。僕の感覚で言うと。 どうなってんのかな <laughs> なんか隙間が、ここが気になるなとは思うんですけど、まあわかんないんですけど、ちょっと音がややうるさいなとは思いましたね。まああと、えー、まあ思ったよりも結露するな、この窓っていう。うん、ここまでしないけどな、こういう、その、既製品の窓じゃなくて、この、まあ作ってるんですけど、この作ってくるやつってまあ結露しやすいんですよね、比べると。既製品の窓の方が比べるとしにくくなってますよね。 こういうコーキングにまで結露してるから、もうだいぶ冷やされちゃってますよね。まあ、あの全体的には快適なホテルでしたね、あのまあ、静かだし、まあその、ちゃんと処理されてるんだなっていう、まあ、そういう風な感じはあったんで、おすすめはできるホテルなんですけど、まあ、な扉があるなっていう、まあ、何かなんだとは思うんですけど、まあ、それと、まあ、あの僕で言うと、窓開かないの嫌ですね。 まあこのアラームが <laughs> なってなかったのはたまにだと思うんで、まあいいとは思うんですが、やっぱそのもう見なきゃいけないですよね。この模様も一回あったんで、あのまた忘れてたわと思ったんですけど、やっぱで確認しないといけないなって、いやホテルのせいにしてては改善できないんで、やっぱ自分で確認しなきゃいけないなって言って反省したんですけど <laughs>。 まあ、ここの、やっぱ、金がポイントになってますよね。これで言うと。まあ、かっこいいなっていう。金をかっこよく使うと、まあ、あの、ワンランク上のデザインになると思いますんで、まあ、あの、住宅でも、まあ、採用しようと思えば採用できますよね。まあ、そういう,うな話でえ。今回は、えー、っとゲ、ザ・ゲートホテル東京さんを紹介しました。えー、また動画の視聴はよろしくお願いします。 あ,あの、今思ったんですけど、あの、まあ、さっき言ってた、その色の構成で、あの、こういう風になってて、まあ、こういうさっき、その金がアクセントとして使ってるっていうのに、あの、まあ、言ったんですが、まあ、確かにそれはそうなんですけど、いわゆるそのゲートホテルの、あの、こういう風なイメージカラーが金色で、まあ、それに合わせてこういう風に金色を使ってるっていうのはあるんですが、さらに一個色足してますね。この、渋がきかわかんない、何かわかんないですけど、この赤いやつ。 その落ち着いた赤を足してる。だこれが、やっぱそういうことなんだなっていう、で、まあ、絵が飾ってあるわけなんですけど、でもこの赤足すことで違うレベルのものになってますね。この、腸藍が取れてる赤を足してるんですよ。 いやあ、なるほどね <laughs>。っていう。やっぱここ一個足さなきゃいけないんだな。この赤があるのとないので、違うものになってますね。この部屋。あの、部屋の中心に添えてるんですよ。この花のように。で、花、花があると思うんですけど、やっぱその、 あの、花、花があることで、まあ、こういうふうに部屋の中、例えば和風の、あの、建物があって、まあ、シックな落ち着いた感じになってるけど、ただ一つ、生け花が添えられてて、その中の際立ちによって、まあ、部屋とそのバランス感覚って合うとか、まあ、床の間とかもそういうふうなもんなんですが、いわゆるそういうふうな象徴的なセンターに置くものとして、まあ、こういうふうに、その、色を置いてるんですね、これで言うと。 なってるというこの部この部屋に対して、なるほどね花を置くっていう感覚ってその僕やっぱりインテリアをやって そのないとといといい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 うううかかかどっっち花はそのお客さんんで置いたらいいんじゃないかっていうでいわゆる、こういう風な赤いものに変わるものを、まあ、ここにオブジェとして置けば、まあ、当然成立してるわけなんですが、まあ、住宅だと場合によってはそういう風な考え方でもいいと思うんですけど、いわゆる、こういう風に調和の取れたデザインをしてって、まあ、一個アクセントはお客さんの方で置いてくださいっていう考え方はあるとは思うんですが、まあ、このホテルで言うと、まあ、そうじゃなくて、まあ、これが、 花のようなものになってるよっていう。なるほどね。あー勉強になりますねっていう。まあ、解説すれば勉強になるって話もあるんで、まあ、あの、そういうふうなものになってますよねで。まあ、そして、まあ、ほんのり、まあ、センターでややずれてますが、まあ、正面が添え、添えてあってこうなってるよっていう。まあ、そういうふうな話ですね。うーん。まあ、難しいですけどね、これをどこに配置するかっていうのは、ここだ、になれば、なおさらよかった。 こんなんやるとこの枠に重なるとこにあったりしてもう終わったりするんで <laughs> やっぱ前でいいかなっていう判断したんですねうん難しいっすけどねまあこういう風なものをどうするかっていうのはやっぱここに照明を配置するとこの棒の影が出ちゃってるんですよここに あの、だからそういうふうに、その、やっぱ象徴的に見せるときに、その影が、その出るっていう話があって、その難しいんですよね。この照明と、その物体と影との関係っていうものが。これで言うと、まあ本当の意味で正解は、やっぱこの中心なんだろうなっていう気はしますけどね。だこのサイズがほんのちょっとここ前出てて、で、この中心にあったら、まあこの影出てないですし。 出てる方がドラマティックかどうなのかないや、まあどうなのかちょっとまあ難しいですけどね。まあちょっとそういうところは。 気にはなりましたけどね。いや、難しいですよ。その <laughs>、実際そんなうまくいくかって話もあるんで、まあ、そこまではちょっと難しいですかね。照明を含めたオブジェとしてどう計画するかっていう、もうそこまで行くと、もうなんというか、インテリアデザインの域を超えてるというか、あもう、なんだこ、ここをもう一つの、その、なんか商品のように完成させるっていう、ま,あ、まるでこれを、なんというか、家具を作るかのように、 え、家具って、この造作家具じゃなくて、もう、売り出すかのレベルの家具を作るかのように調整していかなきゃいけないんで、まあ、やっぱそこまでできないっすよね。まあ、まあ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 。まあ、そういうふうな話はあるんですが、え、まあこういう,うに赤く添えることで、まあこの部屋が、あまあ彩られてましたっていう、まあそういうふうな追加報告です。え、また動画の視聴よろしくお願いします。 まあ追加報告ばっかりなんですけど、まあ、ちょっと今言うのためだったんですが、やっぱり言おうと思って、ここの床の、この黄色もそういう風なものなんですよね。ちょっとオレンジかかってる黄色じゃないですか。なんで、まあ、こことの相性いいですよね。これと、これの相性いいですよね。で、それで、ここのオレンジに対して、えー、このエンジ色があるんですよ。ま、エンジっていうかどうかわかんないですけど、この色あって、この床の黄色があって、 この金があって金があるって、こういうことなんですよね。全部のそのバランスを見て、その、一つの、あの、絵のようなものにな、しなきゃいけないんで、絵って一つがあって、全体の色のバランスによって成立してるじゃないですか。そういうふうなものに、あの、この部屋の色のバランスっていうものを置かなきゃいけないんですよね。どの程度ここがあって、まあ、例えば、この部屋で、じゃこの赤が、この壁一面あったら、やりすぎてますよね。どう見ても。 どうですここ全部赤だったらどうです、まあ、やりすぎじゃないですか、この部屋に対して。 花ぐらいいいにななきゃいけないんですよだからこういう一つの絵を見た時に赤っていうものをアクセントでその落とす時にどの程度の分量を置くかっていう、まあ、そういう風な話になるこの程度だから花のように成立してるんですよねで、まあ、ただ単純にここがこうなるだけだとまあその部屋に対してあまりにも象徴的だから、まあ、床にちょっとこのオレンジがあるんですよねこれがあるからこれが何というかちょうどいいぐらい浮いてるんですよ そこまで、まあ全然考えてると思うんですけど、まあ全体のバランスを見て、まあ選ばれてるんだなっていう。まあこれが、その、住宅でここまでやるのはなかなか難しいのかもしれないですけど、まあインテリア、ここのインテリアコーディネーターさんの、まあ、実力だって話になりますよね。はい。まあ、その以上になります。え、また動画の視聴よろしくお願いします。 初回だからちょっと言うことたくさん出ちゃうんですけどで、結局そのさっきの色の構成の中で、まあこれがその、うん、まあ花のようにまあ添えられてるって話で、やっぱここで注意しなきゃいけないのが、その家具の色って話はあるんですよね。家具も、これどうですこの、こっち側に落ち着いた側に配置されてるんですよ。家具の色味自体が。で、このカーペットの色味と、まあそんな変わんないじゃないですか。でも、まあこれだけど、この椅子が、 ここまで薄いとちょっと違うんですよね。色が。だちょっとだけ色つけてるんですよ。でも、主張あのしきらないというか、それぐらいのところに落ち着けてるんですよね。だこれ、ちょっと想像してほしいんですけど、ここの角、これぐらい薄いとちょっと違わないですか いや、かといって、まあ、緑は違うじゃないですか。この赤に対して緑とかあれだし、で、逆に同じ赤に添えるっていうのも違ってくるじゃないですか。控える側に置いてるけど、えここまで薄くないっていう色を、まあ、選定してるっていう、まあ、そういうふうな感じなんですよね。まあ、この空気清浄機もそうですし、まあ、黒側で置いて、まあ、黒で、まあ、黒の側。これで白って難しいじゃないですか。あーこれで白だとだいぶ主張してくるんで、まあ、あ難しいですよね。もうこういうい 製品ってもう白か黒ぐらいしかないんで、でまあ、黒だし、だこれはこっち側の色っすよね。こっち側で黒で黒。 で、これを、ここじゃまでじゃない、でも、かといって、米茶も違うじゃないですか。で、黒も違いますよね。で、それでこの色になってるんですよね。で、ここに赤くなってるよっていう、まあ、そういう風にで、絵が白、こういう風な白黒の、こう、当たり障りないのが入ってるよっていう、まあ、そういうことなんですよね。もちろん、絵で付けてもいいんですよね。この、あの、赤い、こういう風なものを、絵が、その役割果たしてもいいわけなんですよね。まあ、そういう風に、まあ、全体的な部屋の色のバランスを、その、決めるときに、まあ、家具も まあ重要だよねっていう <laughs> まあちょっと言うことがたくさんなりすぎちゃったんですが <laughs> え以上になりますえまたどまあ、またちょっと好評だったらぜひえまたやりたいと思いますんでえぜひいいねとかコメントよろしくお願いしますまこういうエントランスがこの黒いタイルでこうなっててこれなんですよね。 まあ、ロビーがめちゃおしゃれっていうので <laughs> こういうのになってますねまあピアノがあって、まあ、これコルビジェっていう、まあ、建築館インしたりするこれミースなんですよねまあそこもミースで、まあ、そういうふうな感じっすねこういう感じっすね <laughs> まあっこっち側有楽町駅ですねこの奥にうちの事務所あるんでこういうのになってます